苦楽を共にした希代の天才による再会は世界中で小さくない反響を呼んだ。現地時間3月5日に、ベイアリゾナ州グレンデールで行われたドジャースとエンジェルスによるオープン戦での一コマである。この日、2番、指名打者で先発した大谷翔平は、昨季まで6シーズン在籍した古巣との対戦を果たした。注目を集めた試合前には、盟友マイク・トラウトと約5ヶ月ぶりの再会を果たし、熱い抱擁を交わした。大谷曰く、契約おめでとうということと、家族も含めてお互い元気かという普通の感じでした、という両友の再会。プレーボール前のほんのわずかな時間ではあったが、トラウトがわざわざ荷物を置いてまで駆け寄っていく姿に、二人の友情が垣間見えた。この球界屈指の異彩の熱きシーンは、日本はもちろんながら、現地でも大きくクローズアップされ、多くのメディアでトピックとなった。ニューヨークの日刊誌、ニューヨークポストは、直接対決を前にした甘い再会、と銘打った記事内で、大谷から駆け寄り、言葉を交わした二人は、熱く抱擁をし、互いの健闘を誓い合った、とエモーショナルにリポートした。また、米スポーツ専門メディア、クラッチポインツは、翔平大谷に対する上品な振る舞いは彼らの絆が永遠であることを証明している、と自らも歩み寄ったトラウトの行動を絶賛。さらに、次のように綴っている、3度の MVP と将来の殿堂入り間違いない男は、ビジネス上の決定によってチームを離れた大谷との関係を悪化させるような振る舞いはしなかった。トラウトは依然として気品の象徴であり続けている。大谷の対談によって、エンゼルスファンはこれまで以上にチームに残っているスーパースターに感謝しなければならない。互いをリスペクトし合った大谷とトラウト、二人の友情に対する称賛はしばらくやみそうにない。